少ない練習場になります。本陸上競技場、まあ、建設するにあたって青森県内、まあ、豪雪地帯でありますけども冬の間も利用できるような工夫をしておりまして、周回走路、こちらは雪の影響がなく1周約540メートル の、 走路が整備されております。こちらは、まあ、県民の健康づくりにも活用いただけると期待しております。